ノウウチ。こんにちは。昔の国宝や古い空手は蜂の先手よりも熊の一手、すなわち一発のハードパンチに勝負をかけました。しかし近代ボクシングの誕生は熊の一手を無効化したのです。当たらない熊の一発よりもフットワークとコンビネーション打撃の方が圧倒的に有利となったわけです。つまり蝶のように舞い、蜂のように刺すわけです。ところが私は小さな蜂の人差しも相手を固定して打つときは大きな熊の一手に変化することを知ったのです。このようなわけで蜘蛛のように捉え、蜂のように刺す国宝独自の戦闘法、すなわち不動打ちです。不動打ちは新しい熊の一手を再現し、打たれずに打つことを可能にしました。それでは不動打ちに必要な強手とその技の数々をよく見てください。打ち込み。はい、打ち込み紹介します。蜘蛛のように捉え、蜂のように刺す国宝独自の戦闘距離は、手と手が交差するような非常に極端に狭いものです。30センチ、15センチ、10センチ、このような距離でも相手を十分に倒せる打撃を身につけるのがこの打ち込みの強手です。国宝では将から標的までの距離を対外空間と呼ぶ。この対外空間においては重心移動とともにかかと、足首、膝、腰にひねりを加えた螺旋の動き、さらに肘からの加速によって標的を打つことが重要なポイントとなる。ゆすり手。人を倒すためにはこの対外空間でをしっかりと当てただけではダメです。もう一つ別な距離、顔面なら顔面の中にもう一つの空間を作り出します。あるいは胴体なら胴体の中にもう一つの別の空間を作り出すことが必要です。この空間を作り出さないと相手を倒すことができないわけです。そのために必要なテクニックが国宝のゆすり手です。ゆすり手について、これからまず直面のゆすり手を説明します。相手の顔面に対して主頭部分を当てます。先ほど言った重心移動、加速、螺旋を伴って対外空間を走ります。はい、相手に接触したら手をひねってください。こうすることで体の中にもう一つ別の空間を作り出すことができます。もう一つ大切なことがあります。つまりそれは意識空間を作るということです。意識空間というのは、はい、この実際の標的の後方に想像上の標的を作ってください。そして実際の標的は単なる通過点と思って後ろの標的を打ち抜くようにする、心理上の問題です。直面、主頭の部分から当て顔面を包み込むように打つ。横面、水平に近い角度で当て一気に頭部を回転させる。横胴、肋骨の切れ目、下腹部を切るように打ち抜く。跳ね下、下から上へ手首を返すようにしてゆすり手を加える。上げ面、顎から脳へ突き抜くように手首のひねりでゆすり手を加える。曲がり目、顎を捉え手応えを感じた後でゆすり手に入ると首を完全に揺らすことができる。お願いします。はい、次。最初はややゆったりと手を構えてもらい、打ち込み練習を行う。意識空間をしっかりと意識して行う。意識空間をしっかりと打ち込めるようになったら、やや重いミットを使用する。このミットを確実に打てるようになったら、キックミットを打ち込む。打ち込み練習は、最初は手などから順に重いものへと順序を守って行う。刺し。標的は単なる通過点として、意識空間を意識した打ち込みを繰り返し行う。
月蹴り。月蹴り、手合の距離で最も有効な蹴りは最小の動作で済むストレートキックです。したがって、ボクシングなどでもパンチの基本は、最短距離を走るストレートパンチになっています。ところが蹴りの場合は現在倒せる蹴りは回し蹴り、フックキックのようなものになっております。コッポの場合は最も単純で隙のないストレートキック、つまり突き蹴りを倒せる蹴りにまで追求しました。突き胴、上から下へ蹴り出し靴底全体を当てる。さらに足首を小指側にねじりかかとを入れ込み揺すりを加える。突きすね、地面すれすれに蹴り出し土踏まずとかかとの中間で標的を捉える。さらに揺すりを加える。受け込み1、狭く足場の悪い場所での実戦を想定し、フットワークを使わず接近戦において完璧な防御を身につける。受け込み1、限定試合。伸びがねえぞ。あれ来るわ。よし、さあ受け込みに、突き蹴りの完璧な防御を身につける。行くぜ。はい。受け込みに、限定試合。受け返し1、翔太の防御から流れるような反撃の手法を学ぶ。受け返し1、限定試合。受ける側は相手の攻撃を防ぎ反撃につなげる。打つ側は相手の反撃を想定した打ち方を学ぶ。受け返し2、防御から突き蹴りによる攻撃を身につけ攻防一体の理屈を体で覚える。受け返し2、限定試合。ここでも受ける側は攻撃を完全に防御し蹴りによる反撃を、打つ側は反撃を想定した打ち方を学ぶ。不動打ち。お願いします。手心、不動打ちのための基本練習である。手、腕の感覚を養うものである。打ち合う二人の手が八の字を描くように交互に翔打、反らしを行う。掌握、相手の腕を押さえ動きを止め不動にする。不動打ちの現、今やったのが基本形です。ちょっと理屈を紹介していきます。不動打ちではまず相手と自分との手を交差させることが極めて大切です。ここで、手の差し出した時に相手の中心を割るような形で、してください。そうすると相手は攻めても攻められません。はい、その部分やってみます。はい、攻めて、はい、接触した手が流れていって相手は自分を攻めることができないわけです。はい、そういった部分うおくん見てください。はい、はい、こういう形で掌握していきます。はい、次に、はい、ここで攻めさせなくしてなおかつ反対の手で
押さえます。そうすると、はい、この差し手が使えないだけでなくて相手のこの反対側の手も攻撃することができないわけです。攻めてください、はい、手一本で攻めることができないようになってるわけです。はい、そういった理屈を見て、今やったことをよく見てください。やってます。はい、これが基本ですけども、自分が攻めていった場合に感覚のいい人はここでこの手で相手が防ぐ場合があるわけです。こういった場合さらに相手の腕を拘束していく状態を取ります。やってみます。はい、このような状態で両手を拘束して相手の反撃を奪いながら打ちます。はい、同じく防御された時の方法、違った種類を紹介しましょう。はい、ゆっくりやってみます。はい、肘を使って相手を固定します。完全に動けないです。はい、足を払うこともできます。はい、同じく防御された場合のテクニックです。はい、刺して打ちます。完全にこれで固定されてます。また後の強手でここから関節技にすることもできるわけです。あるいは先ほどのテクニックを応用してより相手を拘束していく状態を作ります。打って、はい、首を押さえます。完全に相手は両手両足が封じられて動くことができません。はい、はい、先ほどの基本形で羽下を打ちましたけども防御された場合の方法を入っています。はい、ここから曲がり面に変化すると防御されても打つことが可能です。次に、先ほど曲がり面を打ちましたけども、はい、この時に防御された時の方法に入ってみます。このように、防御された手をさらに拘束して相手を打ってきます。この2本、実践速度でやってみます。はい、OK、いってます。はい、今やったことをちょっと解説してみたいと思います。はい、先ほどのように手を交差させて、はい、右手の攻撃を防ぎますと同時にさらに反対の方に手を交差させて相手の右手を完全に封じてます。封じているときに勘のいい人ですと、はい、相手の攻撃が入ってきますから、はい、必ず 連打で入ってきます。はい、ですからこれ反対の手を防御するという部分が含まれています。その部分をよく見てください。はい、攻めて、はい、こういうふうに相手を連打でしてきた場合でも防げるようになっています。これを基本の練習 として行う場合にはという形で行っています。しかし相手が反応した場合には、はい、防御してきます。そしてさらに両手を拘束して打つという形で相手を固定して、打っていくわけです。次の方法は、こちらから内側に手を交差させて攻めると見せかけて、はい、この手を拘束します。拘束します。反対の手がやはり攻めてきますから攻める前にあるいは攻められたら肘で相手の中心部に向けてそのまま攻撃を続けます。はい、その部分をよく、見てください。はい、相手が攻めてきたら中心部に向かって、はい、という形で相手の攻撃を封じながら攻めていく
わけです、もう一本の方法は、はいはい、攻めようとしてきた場合、はい、当てられますから、はい、反対の空いた手で押さえて反対の手で打つというわけです。その理屈をよく見てください。こういう形で相手を固定掌握して、不動にして打つわけです。はい、じゃあ今やったことを続けてやってみます。あとは十字台に拘束してますから、はい、十字台にすることができます。掌握の場合は全て先ほどやったような技でも、はい、攻撃された場合でも全て手が拘束されてますから、この拘束した手を使って蹴ることも あるいは足を固定することもできるわけです。そういった理屈に注目してください。以上です。はい、先ほどやった基本的なものからさらに発展させた方向に行きたいと思います。ムエタイなどでは首を掴んで、はい、膝蹴りをする、かなり強烈なものですけども、コッポの場合は即首を取るんではなくて両手を拘束しながら首を拘束して完全に相手が攻撃できない体勢を作り出していきます。いくつか先ほどの応用例から入ってみたいと思います。はいはい、両手を拘束しておいてそこから、はい、首につなげます。こうすると手首が完全に押さえられてますから完全に、はい、さまざまな差し膝あるいは足あるいは足払い、そういったものが可能になってくるわけです。今の一つもう一回入ってみます。はい、こういう状態です。はい、先ほどは仕掛けをの掌握不動打ちを紹介しましたけども、今度は自分が反対に攻撃された状態から相手を不動にして打つという方法に入っていってみたいと思います。はい、ちょっとやってみます。はい、反らし受けを使ってそのまま入るとちょうど先ほどと同じような不動打ちをすることができます。一回もう一回やってみます。はい、これは面だけじゃなくて先ほどのように、はい、跳ね下に打つこともできますし、はい、曲がり面に取ってまた打つことも可能です。あるいは先ほどと同じように応用して、はい、防いで、はい、防がれたらそのまま、はい、という形で同じように不動にして打っていくことが可能です。今のは添え手を使って、はい、打ちましたけども、この差し手を使ってもっと早く相手の攻撃を遮断してもいいわけです。やってみます。はい、という形で打っていくことができます。あるいはこの場合に、はい、防御されたら、はい、同じくさらに相手の手を固定していくこともできます。はい、もう一回やってみます。はいはい、あるいはこう取ることも可能です。もう一回やってみます。はいはいはい、このように、基本的な防御テクニックを使って自分のが攻められた状態でも不動打ちは行えるわけです。はい、次反対側からやってみましょう。はいはい、差し手で防御します。はい、内側に入った場合は外側と違って非常に危険です。こちらから連打が来ますから反対の手を先ほどと同じように動かさなく封じてしまったことが大切です。はい、そのためには、はい、防御、はい、すぐ防いで打ちます。はい、OK やってます。はい、という形で入っていきます。はい、次もう一つ紹介しましょう。今度は後ろの手を使って同じく防御します。はい、この場合は反対の手で防いで打ちます。はい、はい、もう一回やってみましょう。はい、今度は相手が
土に攻撃してきた場合の入り方をいくつかやってみます。はい、今ここで接触しましたけども、ここですと完全に掌握しきってませんから、はい、相手の攻撃を許します。完全に相手の体勢を反対側に向けるように防御することが肝要です。という形で相手を不動に追い込んでいきます。はい、次同じく、はい、相手の手を固定して打ちます。失脚。はい、次は、不動打ちのうち失脚の方法を教示します。先ほどはいろいろこう手を固定していきました、手を固定しましたけど、今度は足を固定する失脚の方法です。はい、一つやってみます。はい、ここでどういうふうにも攻撃することが可能です。今やったことは例えば他の蹴りからつなげて相手の足を固定することもできます。例えば、はい、蹴りを入れておいてそのままのしかかるようにしてさらにします。こういう形で相手を不動に追い込んでいくわけです。今のは完全に倒しましたけども、倒さないで相手を固定して顔面を打つような方法もできるわけです。それは足の加減でどうにでもなるわけです。はい、この状態で、はい、顔面を打ってあるいはさらに倒すというような方法にも変化することが可能なわけです。これが失脚による不動打ちです。もう一つやってみます。現在やりましたのは足絡めという方法です。今度は反対の足を使って相手の内側に入るテクニックを紹介したいと思います。今のも失脚ですが、倒しました。これも同じように自分の足の加減で相手を固定することも十分可能なわけです。入ります。反対の足を足運びであるいは顔面を打ちながら、はい、相手の意識を盗んで、はい、ここで固定してしまいます。この場合に相手の状態にしっかり絡めながら、はい、これで相手を後ろに下がろうとしても、はい、できないわけです。はい、そこで顔面を打つこともあるいはそこから倒すこともできます。これが失脚技法のうち、代表的な足絡めの方法です。足絡めはいろんな形で、応用していくことが可能です。今日本代表例でした。次足止めという同じく失脚の方法を紹介したいと思います。例えば自分がさまざまな攻撃を仕掛けます。はい、ただ蹴るんではなくて蹴った状態で、はい、足を踏んでしまいます。はい、逃げることができないわけです。こういうものも先ほど言った、失脚の技法です。足を止めてからさらに、足が腹に入って攻めることもできるわけです。はい、もう一回、やってみましょう。はい、はい、攻めて足を止めます。場合によってここで打っておいてさらに足払いに転化することもできます。これが足止めです。それでは足止めの方法もう一つご紹介します。はい、蹴って反対側を押さえます。はい、動けることができないわけです。はい、もう一度やってみます。蹴りなどを使って相手の側面に入りながら、はい、足を踏んでしまいます。こういう形で完全に相手を倒していきます。はい、もう一つ足止めの方法を紹介してみたいと思います。決定。はい、はい、ここで足を止めてしまいます。相手は動くことができないわけです。はい、あるいはここに
という形で相手を抑えることもできます。このように国宝は相手の両手を拘束する、相手の足を拘束するという形で、不動打ちも初級から中級、さらにその奥へとより発展していくことになるわけです。以上、失脚の技法でした。練習試合、相手を固定することを主目的として練習を行い、長打蹴りは軽く打つようにする。全面試合、はい、両者中央へ。あっ、グローブ代表、はい、構えて。AV ブックシリーズ絶賛発売中。超能力機構、機能超能力パワーを開発する実践秘宝、自らの魂から発せられる機、また大自然の奥深くに潜む機、この機を自由自在に操りながら眠っている果てしない潜在能力を開発していく先導機構法、その技のすべてを紹介する超能力機構。喧嘩芸国宝伝授。勝つための完全システム。身に迫った危険を確実に振り払う実戦格闘技編。幻の真理、大東流合気柔術。神秘のベールに覆われ隠されてきた幻の合気、その一端が今公開された。意識を盗んで、はい、ここで固定してしまいます。この場合に相手の上体にしっかり絡めながら、はい、これで相手を後ろに下がろうとしても、はい、できないわけです。はい、そこで
顔面を撃つことも、あるいはそこから倒すこともできます。これが失脚技法のうち、代表的な足絡めの方法です。足絡めはいろんな形で、応用していくことが可能です。今日本代表例でした。次、足止めという同じく失脚の方法を紹介したいと思います。例えば自分がさまざまな攻撃を仕掛けます、はい、ただ蹴るんではなくて蹴った状態で、はい、足を踏んでしまいます。はい、逃げることができないわけです。こういうものも先ほど言った、失脚の技法です。足を止めてからさらに、足が絡みに入って攻めることもできるわけです。はい、もう一回、やってみましょう。はい、はい、攻めて足を止めます。場合によってここで打っておいてさらに足払いに転化することもできます。これが 足止めです。それでは足止めの方法もう一つ紹介します。はい、蹴って反対側に押さえます。はい、動けることができないわけです。はい、もう一度やってみます。蹴りなどを使って相手の側面に入りながら、はい、足を踏んでしまいます。こういう形で完全に相手を倒していきます。はい、もう一つ足止めの方法を紹介してみたいと思います。はい、はい、ここで足を止めてしまいます。相手は動くことができないわけです。はい、あるいはここにという形で相手を抑えることもできます。このように国宝は相手の両手を拘束する、相手の足を拘束するという形で、不動打ちも初級から中級、さらにその奥へとより発展していくことになるわけです。以上、失脚の技法でした。練習試合、相手を固定することを主目的として練習を行い、正打、蹴りは軽く打つようにする。はい、そういった部分、うわく見てください。はい、はい、こういう形で掌握していきます。はい、次に、はい、ここで攻めさせなくしてなおかつ反対の手で押さえます。そうすると、はい、この差し手が使えないだけじゃなくて相手のこの反対側の手も攻撃することができないわけです。攻めてください。はい、手一本で攻めることができないようになってるわけです。はい、そういった理屈を見て、今やったことをよく見てください。やってます。はい、これが基本ですけども、自分が攻めていった場合に感覚のいい人はここでこの手で相手が防ぐ場合があるわけです。こういった場合さらに相手の腕を拘束していく状態を取ります。やってみます。はい、このような状態で両手を拘束して相手の反撃を奪いながら打ちます。はい、同じく防御された敵の方法、違った種類を紹介しましょう。はい、ゆっくりやってみます。はい、肘を使って相手を固定します。完全に動けないです。はい、足を払うこともできます。はい、同じく防御された場合のテクニックです。はい、刺して打ちます。完全にこれで固定されてます。また後の強手でここから関節技にすることもできるわけです。
あるいは先ほどのテクニックを応用してより相手を拘束していく状態を作ります。打って、はい、首を押さえます。完全に相手は両手両足が封じられて動くことができません。はい、はい、先ほどの基本形で羽下を打ちましたけども、防御された場合の方法を入っています。はい、ここから曲がり面に変化すると防御されても打つことが可能です。次に、先ほど曲がり面を打ちましたけども、はい、この時に防御された時の方法に入ってみます。このように、防御された手を、はい、今度は相手が、胴に攻撃してきた場合の入り方をいくつかやってみます。はい、今ここで接触しましたけども、ここですと完全に掌握しきってませんから、はい、相手の攻撃を許します。完全に相手の体勢を反対側に向けるように防御することが肝要です。という形で相手を不動に追い込んでいきます。はい、次同じく、はい、相手の手を固定して打ちます。失脚。はい、次は、不動打ちのうち失脚の方法を教示します。先ほどはいろいろこう手を固定していきました、手を固定しましたけど、今度は足を固定する失脚の方法です。はい、一つやってみます。はい、ここでどういうふうにも攻撃することが可能です。今やったことは、例えば他の蹴りからつなげて相手の足を固定することもできます。例えば、はい、蹴りを入れておいてそのままのしかかるようにしてさらにします。こういう形で相手を不動に追い込んでいくわけです。今のは完全に倒しましたけども、倒さないで相手を固定して顔面を打つような方法もできるわけです。それは足の加減でどうにでもなるわけです。はい、この状態で、はい、顔面打って、あるいはさらに倒すというような方法にも変化することが可能なわけです。これが失脚による、不動打ちです。もう一つやってみます。現在やりましたのは足絡めという方法です。今度は反対の足を使って相手の内側に入るテクニックを紹介したいと思います。今のも失脚ですが、倒しました。これも同じように自分の足の加減で相手を固定することも十分可能なわけです。入ります。反対の足を足運びで、あるいは顔面を打ちながら、相手の意識を盗んで、ここで固定してしまいます。この場合に相手の上体にしっかり絡めながら、これで相手後ろに下がろうとしても、できないわけです。そこで顔面を打つことも、あるいはそこから倒すこともで、受け込み1、狭く足場の悪い場所での実戦を想定し、フットワークを使わず接近戦において完璧な防御を身につける。受け込み1、限定試合。伸びがねえぞ。あれ来るアップしました。受け込み2、突き蹴りの完璧な防御を身につける。受け込みに限定試合。受け返し1、正打の防御から流れるような反撃の手法を学ぶ。
受け返し1、限定試合。受ける側は相手の攻撃を防ぎ反撃につなげる。打つ側は相手の反撃を想定した打ち方を学ぶ。受け返し2、防御から突き蹴りによる攻撃を身につけ、攻防一体の理屈を体で覚える。受け返し2、限定試合。ここでも受ける側は攻撃を完全に防御し、蹴りによる反撃を。打つ側は反撃を想定した打ち方を学ぶ。不動打ち。お願いします。手心。不動打ちのための基本練習である。手、腕の感覚を養うものである。打ち合う2人の手が八の字を描くように交互に正打、反らしを行う。掌握。相手の腕を押さえ動きを止め不動にする。不動打ちの今やったつご紹介します。はい、蹴って反対側を押さえます。はい、動けることができないわけです。はい、もう一度やってみます。蹴りなどを使って相手の側面に入りながら、はい、足を踏んでしまいます。こういう形で完全に相手を倒していきます。はい、もう一つ足止めの方法を紹介してみたいと思います。はい、ここで足を止めてしまいます。相手は動くことができないわけです。はい、あるいはここにという形で相手を抑えることもできます。このように国宝は相手の両手を拘束する、相手の足を拘束するという形で、不動打ちも初級から中級、さらにその奥へとより発展していくことになるわけです。以上、失脚の技法でした。練習試合。相手を固定することを主目的として練習を行い、正打、蹴りは軽く打つようにする。全面試合。はい、両者中央。あっ、うん、グローブ大丈夫。はい、止めて。ジェイ。受け返し1、正打の防御から流れるような反撃の手法を学ぶ。受け返し1、限定試合。受ける側は相手の攻撃を防ぎ
反撃につなげる。打つ側は相手の反撃を想定した打ち方を学ぶ。受け返し2、防御から突き蹴りによる攻撃を身につけ、攻防一体の理屈を体で覚える。受け返し2、限定試合。ここでも受ける側は攻撃を完全に防御し、蹴りによる反撃を、打つ側は反撃を想定した打ち方を学ぶ。不動打ち。お願いします。手心。不動打ちのための基本練習である。手、腕の感覚を養うものである。打ち合う二人の手が八の字を描くように交互に正打、反らしを行う。掌握。相手の腕を押さえ動きを止め不動にする。不動打ちの現、今やったのが基本形です。ちょっと理屈を紹介していきます。不動打ちではまず相手と自分との手を交差させることが極めて大切です。ここで、手の差し出した時に相手の中心を割るような形で、してください。そうすると相手は攻めても攻められません。はい、その部分やってみます。はい、攻めて、はい、接触した手が流れていって相手は自分を攻めることができないわけです。はい、そういった部分をよく見てください。はい、はい、こういう形で掌握していきます。はい、次に、はい、ここで攻めさせなくしてなおかつ反対の手で押さえます。そうすると、はい、この差し手が使えないだけじゃなくて相手のこの反対側の手も攻撃することができないわけです。攻めてください。はい、手一本で攻めることができないようになってるわけです。はい、そういった理屈を見て、今やったことをよく見てください。やってみます。それでは足止めの方法もう一つご紹介します。はい、蹴って反対側に押さえます。はい、動けることができないわけです。はい、もう一度やってみます。蹴りなどを使って相手の側面に入りながら、はい、足を踏んでしまいます。こういう形で完全に相手を倒していきます。はい、もう一つ足止めの方法を紹介してみたいと思います。はい、はい、ここで足を止めてしまいます。相手は動くことができないわけです。はい、あるいはここにという形で相手を抑えることもできます。このように国宝は相手の両手を拘束する、相手の足を拘束するという形で、不動打ちも初級から中級、さらにその奥へとより発展していくことになるわけです。以上、失脚の技法でした。練習試合。相手を固定することを主目的として練習を行い、正打、蹴りは軽く打つようにする。
全面試合。はい、両者中央。あっ、うん、はい、止めて。